こんにちは、プロレスリングバサラ小高勇です。よろしくお願いいたします。今週でもう1月ももう終わりですよ。1月これが最終週ですね。早いもんでね、本当になんかワクチンが2月下旬からとかって本当に来るんですかね。ニュース見てても不安になるだけですが、とりあえず紹介からいきましょうか。はい、この室内はトレイルフレッシュが入っております。安全鍵仕事ができるクリーンな空間づくり、オフィス空間のウイルス対策をしております。これすっごい便利なんだよな。なんかこれぐらい12畳分ぐらいまではこれで新型コロナとかも抑えられるそうなんですよね。まあまあそんなのと一個一個説明していきますね。番組の応援、番組への質問はこちらまで、あとあずぱん、これ、ツイッターですね。とりこえあずり FM の公式になってます。よろしくお願いします。あと、シャープズワバババサラで、まあ質問だったり、トークのお題だったりとかも募集してるんで、その辺も全然よろしくお願いいたします。はい。番組応援の会会員募集中です。特典、生放送見学各抽選、応援する番組 MC とのイベント生放送中テレビ電話各個抽選となっております。鳥越あずり FM はインターネット型テレビラジオです。見て聞いて参加できる放送局です。あずまん @azuriinc.com、懸命に番組を記入へメールをお願いいたします。会費、1万円でかっこ1年間有効となっております。よろしくお願いします。あとですね、はい、こちら、番組スポンサーの方がやってる、小物、和風小物なんですけれども、こういうふうに、なんか番組でまあ例えばこう普段は何ともないこうお茶を飲んでるんですけれども、なんか例えばこういうお茶であるとか、飲み物であるとか、もしくはこういう小物でも僕も紹介していくので、でこの真ん中のやつはアイコスケースなんですけど、これ僕もね自分で使わせてもらってます。はい。でこちらの方、和風顧問なんですけれども、DM で送って、こちらのツイッターですね、DM で送って、見ていただけると、買うことができるそうなので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、はい、そっちの方はね、どうしようかなと思ってるんですけどもね、ちょっと開かせるためになんかインスタのメッセージはそれ用には公開しようかなともちょっと思ってたりもして、インスタのメッセージって結局そのフォローをしてようがしてまいが送れるんで、設定できるのかわからないですけど、それで僕のインスタグラムは基本的に鍵垢の人じゃない人は相互フォローにしてるんですけれども、なんか逆にインスタグラムの方のメッセージでちょっと番組応援してみたいとか、なんか自分の商品紹介してもらえませんかっていうのが仮にあるとするなら、まあ試しにインスタグラムの方にちょっと送ってもらえたら、はい、ちょっと。僕と鳥越あずりさんとでちょっとまた話し合って、そのまあ金額もまたそれぞれまちまちになってくるんですけれども、はい、ちょっと話してみようかなと思います。いや、なんか一人喋りは何回やっても慣れねえですね。ちょっと1個ぐらい答えておこうかな。それではこちらの質問をお願いします。暇になった飲食店として皆さんに聞きたい。最近はお昼何食べてるんですか？これはね、だ職場にいるか家にいるかにもよりますよね、だいぶね。で基本的に職場に会社にいる時はそうですね、外にまあランチは基本的にやってるんで外に食べに行くか、もしくはそのお店の前で売ってるそのお店が作ってる弁当とかが非常になんか比較的こう安く買えたりとかするんで、なんか四谷三丁目にね牛カツ屋さんあるんですよ。四谷三丁目に弊社あるんですけれども、会社があるんですけど、そこのに行く途中に牛カツ屋があって、そこのお弁当とかがね700〜800円ぐらいで牛カツが食えるんで、これ結構まあまあ僕はおすすめですね。だからあともうほんと普通に中華料理屋の前とかだったら500円でなんか中身も選びつついろいろとできたりもするんで、そんなもね中身も何ていうんですか、こう選べるんですよ。麻婆豆腐にしたりとかチンジャオロースにしたりとか、そういうの結構選べるんで、そういうのもねなんか僕は活用してますけどね。昼でまあ家にいる時は基本的に僕は今ところ作るんで、翌日も家にいるだろうなっていう時は晩飯を鍋とかちょっとなんだろう、何にでも翌日にでも食えるし、夜中にお腹空いても食べれるしみたいなものを作っといて、で翌日にそれの出汁を使ってまた違う調理をするみたいな、なんかそんなんですかね。昼は家の場合はそうですね。外出る場合はランチは結構比較的普通にやってる気がするな。1月20日後楽園ホール大会お疲れ様でした。ありがとうございます。試合ができない期間もありましたが、久しぶりにバサラへ帰ってきたベルトを手にした時のお気持ちは、これねバサラに帰ってきたベルトというよりもそのまあ見てた方はあれですし、侍の方でも今度中継があるんですけれども、まあ是非見ていただきたいんですけども、もう無理やりだったんですよね。無理やりこう SOS から勝った試合だったんで、でもなんかそこにはこう下村大樹の負けん気であったり、僕ももうなんか必死に抑えるっていうだけに集中していたりとか、なんかそのやっぱ技術ではタッグチームとしてはかなわない分、まあ戦前から言ってましたけど、もう気持ちと何ていうんですかね、それこそもう削り合い、根性論だけで無理やり勝った感じでしたね。だからまたもちろん SOS もやってみたいですし、 SOS に勝ったからにはこのベルトっていうのをもうちょっとこう光らせていって。僕と下村でこれがまたバサラのタッグって面白いなっていうのを見せていければ一番いいかなとは思いますね。まあ、まだ今のところ挑戦者みたいな人は出てきてないんで、まあ、今後どういう動きがあるかちょっと気になってはいますね。はい、気になってはいますっていうか気になりますよね。でも僕は基本的に僕らがやりたいっていうよりは、受けたい方なんで、だからなんだろう、挑戦したいっていう組を待ちたいなと思っております。はい。で、そんなバサラの次の大会ですが、それなんと明日。はい。ドーン！わあ、素晴らしい。あうんでしたね、今の。すごい。すごいな。だんだん慣れてきてるっすね。すごいっすね。はい、1月26日火曜日、バサラ新木場大会全カードとなっております。風磨よしリアルアジアンカンフーの助っ人現るの巻、風磨劣化組対中野隆と神野正人、風磨のね、パートナーに劣化選手が、初参戦ということで、はい、ついにねアジアンカンフーアジカンの助っ人なのかわからないですけど台湾の選手が、はい、乗り込んでくるというね、はい、ことなので非常に楽しみですね。でまあそこに対して中野神野がどう見せられるかっていうところでしょうね。うん、多分タッグとしてのチームワークは中野神野の方が上かなと思うんで、うん、だからその劣化さんがねここどこまで変わってきたかっていうのもちょっと楽しみなところではあるし、逆にバサラの選手はそんなに劣化さんとは試合してないんで結構脅威なのかどうなのかっていうのもちょっと含めてちょっと見たいところではありますね。はい、続きまして「Once Upon a Time in 新木場」トランザムヒロシ風戸大地 VS 佐賀と滝沢距離、これはですね、アジカンのヒロシ風戸 VS、スパーキーの、佐賀と滝沢タッキーの、タッグチームになるんですけども、こちらが佐賀とがねもともとはそのヒロシたちと同じユニットで動いていて、佐賀とが抜けることによって、先駆け鋼鉄家族というユニットがですね、一回ちょっとリセットして、でそこに、広志風と風磨、久保の4人で新しくユニットを作ったのがアジカンでして、そのまあ元凶というかなんというかですね、で佐賀とはそのままスパーキーに入りで、タッキーもまあホールはありましたけど久しぶりの新木場ということで、はい。佐賀と滝沢きよりで、はい、ぜひこれはねなんかこの辺こそだから風磨劣化中野神野広志風と佐賀と滝沢みたいなところのからポンとね挑戦者がもしかしたらタッグの方も現れるかもしれないですからね、勝てば何でも言えるからな、うん、非常に僕もちょっと違う試合なんですけどこの2つも注目しながら見てみようと思っております。はい、その次バサラ歌舞伎流公式ルール、スペシャルジャケットマッチ、まあ、そんなものがあったのかっていうねキャプションをトランザメヒロシが書いてるんですけれどももうバサラ歌舞伎流でなんだっていうねしかもスペシャルジャケットマッチって言って普段ずっとジャケットを着てるリュウさんはランキング14位で、ジャケットなど普段着ない中津はランキング1位っていうねもうこれもよくわからないんですけどこのランキングまでキャプションなんじゃないかっていうね、そもそもあったのかっていうでこれがちょっと楽しみでして、中津とリュウさんがねどうなるのかっていうね、中津がねまたねちょっとSNS でねちょっと怖いんですよ。ちょっとジャケットマッチとかそういうのに関しては俺がガンガン攻めていくぞみたいなことを言ってたんでちょっと中津の昔の血っていうかもう何ていうんですかね、その昔彼は地下格闘技をやってた人間なんでやっぱその。まあこだわりますよね、うん、やっぱジャケットマッチとかになるとやっぱテンション上がってくるんでしょうね、異種格闘技戦みたいな感じになるんですかね、はい、ちょうど今龍が剥奪されてしまいましたがバサルの皆さんこれ今は先生なんてお呼びしてるんですかっていうことなんですけどもね龍さんがそのこの後楽園大会でトランザム龍二と、劉豪馬のシングルマッチで、負けた方が劉っていう文字を剥奪っていう風になったんですけれども、両者リングアウトという結果になりまして、両者劉を失うというですねことになって、今、ゴーマっていうことになってるんですけれども、まだその後楽園以降劉さんに会ってないんですよね。まあもう過去劉さん過去の劉さんに会ってないんですよ。だからゴーマさん、もうゴーさんって呼ぶとそれは違う気がする。ゴーマさん、ゴーマさんなのかな。ゴーマさんか元劉さんって呼ぶのか多分ね、全員定まってないんで、控え室が非常に楽しみですね。全員ふわっとした呼び方になるんだろうなっていうねはい、非常に楽しみな一戦となっております。そしてですね、関根が、1月をもちまして、ちょっと休憩ということで、はい、まあ、無期限、欠場なんですけれども、ちょっと休憩ということで、セントミズク全員集合、くせ者全員集合ということでですね、小高勇、関根隆一、下村大輝、藤田実 VS 阿部文頼、安浦野、和田の千賀、とも多すぎと、はい、後楽園なんかではね、安倍対浦野さんが2代目関根隆一を名乗るための試合をやったりですとか、いろいろやっぱね、関根隆一って本当にこう愛される人間といいますか、なのでこうね、なんだろうな、やっぱその千賀さんにしろ大杉さんにしろ昔から関根を見てきた人たちだし、で安倍とかは関根大好きでしょ。で浦野さんもやっぱ思い入れあるこう選手なんで、これはなんかまあたまたまなのか何なのかわからないですけれども、やっぱあと、やっぱ対戦相手、関根の対戦相手としてはやっぱりこの意味合いのあるカードになったかなと。はい、で戦闘民族も全員集合なんですけれども、これから、しばらく関根が休むっていうことで、民族4人が揃うことがしばらくないだろうというのもありまして、はい、全員集合させてくださいということで私がお願いしたんですけども。小高勇、関根隆一、下村大輝、藤田実になります。これがね、でもなんかね、感傷め深いものにしたくないんですよね。なんかどっちかっていうとなんだろう、明るくバーってやりたいんですよね。はい、そんなイメージです、僕の中では。はい、はい、そして、塚本拓海対久保祐介のユニオンマックス選手権試合です。もう1週間も経たないぐらいに、1週間前か約、はい、に塚本が、風磨を相手に、ユニオンマックスを防衛、後楽園大会でユニオンマックスを防衛しまして、そこに、セコンドについていた久保君がリングに上がり、塚本の前に行って、この2人ともね九州の出身で、塚本拓海は長崎、久保祐介は確か鹿児島なんですよね。で九州人同士で熱い試合をしようみたいなこと言ってたんで、ちょっとねどういう試合になるのかっていうのがあんまりこう想像できないんですよね。いや塚本も塚の良さも全然いっぱいあるんだけど、それを久保君相手に出せるかなっていうと、またちょっと特殊な選手っていうか、その間合いが独特なんで久保君は。だからそこも含めてどういう試合になるかも含めて楽しみなんですよね。まあ風磨との試合は、いわゆるヘビーを倒すための軽量軽量の選手の手数対塚本の一発の重さみたいな、そういう試合だったんですけどね、ざっくり言うとですよ、はい、だったけどこの試合は果たしてそこにプラス多分丸め込みとかサブミッションも入ってくるんで、これはちょっと楽しみですね。果たして塚本は久保を攻略できるのか、で久保君にしても果たして塚本を攻略できるのか、今塚本乗ってますからね、大日本プロレスのデスマッチヘビーの、チャンピオンも塚本なんですよね、はい、でタッグが阿部で、ジュニアを僕っていうね、なんかバサラだけで大日本のベルト3本持ってる状態になってるんですね。なんかすごいなと思って、はい、はい、そんなことで1月26日明日ですね、チゲットまだあんのかな、ちょっと今日番組前に、見るの忘れてました。はい、はい、というわけで明日なのでよろしくお願いいたします。明日はですね、開始時間は変わらず19時からなんですけれども、いろいろ時短の圧とかありまして全5試合で、休憩時間はございません。オープニングとエンディングの売店はあるかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、そのところでしょうか。質問が全然来ないな。メインイベントはハラハラしそうでまた楽しい。そうなんですよね。いや確かにそうなんですよ。メインイベントの2人がどういう試合になるかっていうね、塚本がチャンピオンになったことによっていろいろとこう動きが出始めたというか、なんか全てが新鮮なんですよね。そのユニオンマックスのベルトを持ってたことが塚本はない、今回初体感なんで、そうなると、今度は誰と塚の試合になってどう転がっていくのかみたいなところも含めて今後の展開っていうのを見てみたいなと思いますね。でも逆に言えば久保君がここでポンと取ってしまうと、それはそれで一気にこう団体内の勢力図がぐるっと変わって、それはそれでまたなんか面白いことが起きるのではなかろうかっていうですね、ちょっといろんな期待値を含んだカードだと思うんですよね、明日のやつに関しては。はい、それもぜひ楽しみにしていきたいなと思います。皆さん質問をお願いしますね。はい、今日もなんと、クイズを用意してくださっているそうでありますか。何問でしたっけ？2問ある。でテーマ「ドラゴンボール」だったんですよね。前回「ドラゴンボール」で募集したけど一つも来なかったっていうね一つも来なかったんですよ、はい、なのでスタッフさんが作りましたっていうやつですね。1問目いってみますか。いやドラゴンボールで答えられなかったらかっこ悪いや。お願いします。初期ですね、初期ですねしかもあれですね、4択とかじゃないですねこれ初期だな。ね、そもそもまず何弾だったっけな。あれこれ何なんだっけ、何なんかがまず出てこないな。うさぎ団だったっけ。うさぎ団か。で僕はぶっちゃけこのキャラクターの名前はこれ分かります。僕まあ初期も初期ですよね。これまあ正解はトトニンジンカっていう名前なんですけど、このキャラクターはこれマニアックですよ。トトニンジンカって名前知ってる人ほとんどいないですよ。僕たまたま知ってたからいけたけどトトニンジンカのね最後はすごいんですよ。月に悟空が連れて行って如意棒で悟空が月に連れて行ってそれで終わりなんですよ。すごいね、ラストを飾る、まだ何ていうんですか、ドラゴンボールが完全なる、まあ今でもファンタジーなんですけども、完全なるファンタジーだった時に宇宙を飛べたんですね、悟空はまだ当時は。だからおもろかったな。よくあんなマニアックなのを見つけましたね。あ、2問目いきますか。はい、わかるわかる。シュウ、これはね出てくるんですよ、スーパーに実は。というか初めに出てくるのどれだっけな。初めに出てくるのが「神と神」か。神と神っていう映画があるんですけど、それに出てくるんですよ。でシュウとマイが出てきて、でピラフシュウとマイと出てきて、でマイがトランクスとくっつくんですよっていう、なんかすごい話なんですよこれ。で少年時代から引き継がれてきたその2人がドラゴンボールの願い事で子供になっちゃうんですけど、3人とも子供になって、子供になっちゃったから、前の年齢がトランクスの子供の頃の年齢とほぼ一緒になって、でどっちもちょっとずつ一目惚れしてってこうつながっていって、で未来人造人間編っていうのに入るんですけど、未来人造人間編に入ったところでトランクスをかばってマイが死ぬんですよっていうね、すごいんですよこれ。こう壮大なストーリーが。正解するの引くぐらいびっくりするわって。トとニンジンカワイ、トとニンジンカワイ、今のは俺もすごいと思いましたけど、ね、イサミさんがプロレスラーになってかっこ団体問わず、初体感した時の思い出話などあれば。初めてベルトを取ったのはスタイル E っていう団体のベルトで、まあ現ヒートアップと言っていいのかなっていうところのベルトなんですよね。でそこのシングルベルトで、で当時初代王者が佐々木恭介っていう選手で、まあ僕が海援隊道場を辞めてちらほらフリーでやってたりする頃から、あれユニオン入ってからだっけな、ぐらいのタイミングでスタイル E にも出るようになって、でそこで試合いろいろしてる中で初参戦が、そのスタイル E に初参戦したのが佐々木恭介さんがとのいきなりシングルマッチでやりまして、でそれでそのスタイル E が非常に面白いっていうのが分かって、参戦を続けていくことになるんですけれども、地下にある、総合格闘技用の、総合格闘技とかキックボクシングでやるような感じの、リングなんですけど、そのリングでやりますけど大丈夫ですかって言われて、で「ああ大丈夫です」で相手が佐々木選手になります。あ、分かりました、ありがとうございます、よろしくお願いしますっていう連絡をオファーがあって、で受けまして、でいざ、大会の前日だったっけな、前日に当時 LINE なんかないですから、メールで「いや電話あったかな、すいませんリングが壊れました」っていう連絡が来て「え明日大会中止になるんですか？」「いややろうと思うんですけれども」むちゃくちゃ言うなと思ってて、でも当時のなんてそんなこと山ほどあったんで。むちゃくちゃ言うけど、まあまあやるならやるかと思って「どう壊れたんですか？」って聞いたら「ロープがない」って言われまして「まあいいけど別に」って言って、でしたらもう当日はだからロープなしで佐々木さんとやってくださいって言われてでやり始めたのがスタイルEだったり今のヒートアップだったりの。僕との関わりなんですけれども、その時に、佐々木さんに負けて、で、しばらく佐々木さんと組むことになったんだっけな。でそのうちに、ベルトに挑戦して、ベルトを取って、でそれがそうですねプロレス人生で初めてのベルトだったですね。それはすごい覚えてますね。スタイルE無差別級、結構その僕ベルトっていうものは結構巻いてきたんですけど、やっぱこうものによってそのやり方が違うというか、あと責任感が特にシングルのベルトとなるともう責任感がくっついてくるんですよ、ベルトと一緒に。タックはねまだやっぱそのタックの良さっていうものを出していけば大丈夫なんで、だから二丁拳とかでベルト巻いてる時は結構安心して試合できたんですけど、いやそれこそ二丁拳で取ったってなるとだから大日本のベル BJW 認定タック、アジアタック、 KOD タック、これねウェーブのタックベルトも取ってるんですよ、女子プロ団体のウェーブのタッグはそんなもんだったっけな。そうですねそれぐらい取ってますね。でなんかやっぱそういうのに関してはそこまで責任っていうのはついてこないんですけど、今だ逆にジュニアのベルトを大日本のジュニアのベルト持ってるんですけど、これもねやっぱ責任感がついてくるんですよね、シングルのベルトって。逆に言えばアイアンフィストのうちのベルトを僕ら持ってるんですけども、これにねもうこれについてくるというのならばバサラのタック戦線を面白くするっていうのはまあまあもちろん所属団体なんで逆にそれついてくるんですけど、大日本のジュニアの場合は大日本のジュニアを活性化させるっていうのまでこうプラスしてついてくるので、だから大日本のジュニアが面白くないなっていうなったとしたら、まあチャンピオンのせいになってくるんで、まあなかなかそうしないようにまあ勝負かけていくしかないですよね。まあ、次の、佐藤選手が2月5日か2月5日の新木場大会で佐藤選手とやりますけど、果たしてねこれがどういう試合になるのか。結構そのこの間、土曜日に横浜大会があったんですけども、佐藤選手の試合見てたんですけど、まあなんか当たりが強いというか。ガッツガツくるんですよ。当たりが強いっていうかその当たりが強い攻撃を連発してくるタイプなんで、ガツ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 してるタイプなんで、そういうタイプの人間はまあ正直言ってそんな得意ではないんで、どう対処しようかなっていうねところではあるんですけども、まあ是非2月5日の大日本プロレス新木場大会ももし、お時間がありましたらご足労いただければと思います。そうですね、それ以外のベルトになるとあとなんか面白いのあったっけかな。意外とその6人タッグはだから UWA6 人横浜ショッピングストリート千葉6人も取ったな。千葉6人は最悪でしたね。はい。いい意味で。僕が嫌いなレスラーの代表格に真下健吾っていう千葉のレスラーがいるんですけれども、当時まだ 2AW じゃなくて海援隊道場だった頃に真下健吾、小高勇、高道の句、高さんが「もういい加減お前ら仲良くしろ」って言って「俺が間取り持つから」って言って無理やりタッグを組まされたんですよ。で真下も自分高さんで。やって、一番しんどいの誰だって一番しんどいの高さだったんですけど喧嘩してる仲裁をしながら試合しなきゃいけないから一番大変だったんですけど、なんかそれで試合したらもうでも言い方として本当にこう失礼だから言いたくないんですけど取れちゃって喧嘩しながらでこんな強いんだからってずっと高さん言ってたんですけど、結局喧嘩終わる前に、そのベルトもなんか、インディジュニアに行くからっつって返事をしたんだっけな、あったな。でその海援隊道場のやつだったらやっぱりインディジュニアも、そうですね、結構。それこそインディージュニアで記憶残ってるのはTKP でやった関根とのインディージュニア戦はすごい覚えてて、でその試合を見てたリッキーさんがもう花道から帰ってくるのに僕を待ってて、リッキーさんが拍手しながら「おおイサミ素晴らしいよ」っつってずっと待ってくれたのはすごい印象的でしたね。やっぱ先輩にそういうふうにされるのってやっぱすごい嬉しくて、先輩って言っても特にもっとはるか上にいる人じゃないですか。そういう人たちに褒められるのはやっぱすごい嬉しくて、なんだっけな、どこの試合だったっけな、2回ぐらい高木さんに大社長にべた褒めされたことがあって、エクストリームだったかな。エクストリーム終わってこれも勝って花道から帰ったら、これね新木場だったんですけど、勝って花道から帰ってったら高木さんが花道横でそれもまた待ってて「で勇ありがとう」っつって握手されたんですよね。握手されたというかしていただいたというか、それもなんか。嬉しかったですね。やっぱなんか自分が認められた瞬間というか、そういうのはやっぱすごい嬉しくて、であとは高梨君との試合だ。高梨君とKOD かけてやった試合はその控え室に帰った後だったんですけど、控え室に帰った後に大社長来てめちゃくちゃ褒めてもらいましたね。はい、ゴッドマッチだったって言われました、ね、神試合っていうことですね。多分ゴッドマッチだよって言われました、ね。それはね、やっぱそういうのでやっぱこうなんか変わるんですよね、レスラーとかって。そのやっぱもっと頑張っていかなきゃいけないなとかも思ったりとかしていくんで、変わってくるんですよ。でもあとエクストリームで思い出したけど、ジェネリコと後楽園でやって控え室に帰った時は他団体の選手含めて全員が後楽園ホールの控え室の前に出てて、みんな拍手して待ってるんですよ。なんだこれと思って「エヴァンゲリオンの最終回みたいじゃん」ってなって「おめでとうおめでとう」みたいな感じになってて、それはねちょっと怖かったですけどね嬉しくはありましたよ。やっぱそういうのってやっぱこうそういうのってなんかやっぱ嬉しいよなっていう、はい、ありますね。はい、バサラで例えるなら塚本選手、風磨選手、イサミさんたち。いやまあ風磨もなんか最近悟り始めたんで、アジカンの人たちみんななんか悟り始めるんですよね。なんかね、まあ、初めにヒロシが悟り始めたんですけど、その後風磨もなんか悟り始めて。でもホールのシングル面白かったですね。侍入ってる方をぜひ侍での中継を見ていただければなと思うんですけれども、はい、そうですね、そんなところでしょうかね。あと何かありますか？次またもう問題ないですか？もう問題ないですねなんかそうですね、せっかくだから「ドラゴンボール」回にするか。ドラゴンボール回、まああと5分ぐらいなんで、ドラゴンボールだと。でもだから世代によって分かれますよね。ドラゴンボールの好きなとこ、だからアニメ版だと普通の「ドラゴンボール」が好きだったのか、 Z が好きだったのか、GT が好きなのか、スーパーが好きなのかみたいな。でちょっと GT 派とスーパー派は派閥で分かれるんですよ。分かりますよね。やっぱり GT 好きな人ってスーパーってちょっと違いんじゃないかって思うし、でスーパー好きな人ってたちって下手すると GT 知らなかったりするんですよ。で GT は魔人ブーを倒して、その後ドラゴンボールの最終回「ドラゴンボール」っていう漫画の最終回42巻の最後、魔人ブーがウーブになって出てきて。天界一武道会で戦って、途中で悟空が戦うのやめて一緒に修行に出てっちゃうところで漫画は終わるんですけど、その続きが GT になるんですよ。これ時系列すごい難しいんですけど、それが GT でそっから、悟空が黒いドラゴンボールを使ってしまったピラフたちのせいで一瞬子供になったのを直すために黒いドラゴンボールを探し宇宙を飛び回るっていうのから始まったのが GT でこれまた時系列的にすごい難しいんですけど、スーパーはですね「ドラゴンボール42巻」の最終回の1個前が魔人ブーを倒した話なんですよ。で魔人ブーを倒した後から42巻の最終話の大人になってウーブが生まれるまでの間の話がスーパー結構知らない人多くて、42巻の続きだと思ってる人多いんですけど、42巻の最終話と最終話の1個前の話の間の話が今スーパーでやってるやつなんですよ。だからその間に何歩ほど悟空強くなるんだよっていうことになってて、だから今スーパーサイヤ人ブルーとか身勝手の極意とかそうあるんですけど、でもそう考えるとGT が一番好きな人からするとスーパーサイヤ人4を忘れるなってなって、でスーパーサイヤ人4とスーパーサイヤ人ブルーはどっちが強いんだみたいな、こうもうね意味がわからない会話になってくるんで、これはね喧嘩が起きるんですよ。でそのスーパーの方はまだ鳥山明先生が監修してるんですけども、GT に関しては一切監修してないので、ジャンプの最終話のところに、ドラゴンボールが今後どういう風な悟空たちがどうやって冒険していくのか、僕も楽しみにしていますみたいなので、確か終わるんですよ。それが GT とスーパーの違いで全然こう話が違ってくるんですけど、皆さんはどれが好きですか？わかりますか？あ、どれ好きですか？あ、書いてくれるんですね。世代的に GT じゃないですかね。あ、コミックス派。なるほど。はいはい。コミックスもでも初期の頃と途中ぐらいからで見ると全然絵のタッチが違うんですよね。いやー、鳥山明先生のねやっぱねそういうのはねすごいですよ。面白いです。でもドクター・スランプとかも結構面白かったですけどね。僕はドクター・スランプもドクター・スランプでも意外と短くて18巻で終わってるんで、だから鬼滅よりも先に早く終わってるんですよね。ドクター・スランプってアニメ化もされてるのに。でドクター・スランプの初期もまた全然違う絵のタッチで、でそれが最終話に進むにつれてやっぱどんどん「ドラゴンボール」の絵になっていくのが面白いんですよ。っていう楽しみ方もあって、あとね「ドラゴンボール」のなんだっけな、「摩訶不思議大冒険」だっけ、違う「魔人城の眠り姫」「摩訶不思議大冒険」「魔人城の眠り姫」その次のやつなんだよな。その次のやつであられちゃんが出てくるんです、映画版に。コミックスでも出てくるんですけど、それはブルー将軍のところなんですよね。ブルー将軍のところであられちゃん出てくるんですけど、映画の方だとかりんとうのところに向かって、飛んでる柱切って飛んでるタオパイパイをあられちゃんが撃ち落とすっていうところから始まって、であられちゃんと悟空で協力する。